皆さんこんばんは。オーパイダンス甲子園本戦最強高校決定戦、この時間がついにやってきてしまいました。時は2年前、2017年の秋、第1回の再来が行われて以降ずっと行われなかったんですが、今回は甲子園でこと高校生に限定し、おっぱい関数の大会を行ってまいりたいと考えております。本日2019年8月21日というのは甲子園の決勝前日、休戦の日でございますが、私たちおっぱい関数本部はこの休戦だからこそ、この日に約320件あった応募の中からトップを選びたい、そのように考えております。そして今回審査員としてさまざまな方々をお呼びいたしました。それでは審査員入場。皆さん本日お集まりいただきありがとうございます。ありがとう。いやー、来ましたね、この時期ね。来ましたね。前回はまあ大学まで全て込みでおっぱい関数選手権やったんですけども、レベル低いじゃないの。でもこれ高校生限定ですから、前回に比べたら、はい、レベル低いと思われますよね。前回の優勝がね、東京湾大学校の皆さんが出してくれた全身曲線美みたいなものが、これ優勝したんですけども、今回高校生だけにしたにもかかわらず、もしかしたら凌駕するのではないかというようなものも見られます。ちなみに2年前、実はおっぱい関数選手権、北道と大学院の研究室メンバー全員で総出で本気で作って 3D モデルまでやったんですけど、最後の最後で揉めて遅れませんでした。そんな裏話が、そのレベル、そんな裏話。2年前ガチのただの視聴者だった YouTube の、あ、はい、それ嘘じゃなくて本当に嘘じゃなくて、嘘じゃなくて、俺嘘やと思って今の。いや本当にちょっとで 3D で作って、乳首の座標で揉めて、困りた問題やこれ。そこでどうなった。通りすがりの魔術師ですね。あ、ハボ2ですね今。ちょっと今一人なんか違う空気感を持つ審査員の方がいらっしゃるんですが、この方が今回初めて挑戦させたいの。伝説ですか。伝説の方ですよ。どちら。まあ前回の航空保安学校、保安大学なんですよ、はい、まああるの素晴らしいです。あ、これですね、やっぱりあれにはちょっと納得いかないという大学の教員の会の会長でございます。いやそうです。先生はちなみに前回で言いますと、どのおっぱいが良かったですか。名古屋大学。あー、変数動かしたという伝説のね。そうですね、花岡さんね、今回あの、そうですね、審査委員長ということで。そうですね、2年前はね、はい、MC をやらせていただいたんですけども、はい、今回はですね、審査員にやらせていただいてということで、皆さんよろしくお願いします、はい、審査委員長が作られたこのね、これを見てなんと320件もおっぱい関数の応募というのがありました。いやでもね、高校生っていうのでもうね、私はもう納得いきませんね。3年作ったのに。まあ、今回僕はその320個の中から10個選ばさせていただきました。 300C10、 はい、今から今からピンしていくってことで。なるほど。さあ、さあ、わあ、文系混じってるな、おい。大丈夫か、 P の話もついていけねえ文系がいるな、おい。コミュニケーション分かるか、おい。 C 好き、お前が。え、
私はでも純粋に楽しみに来たんで、まあ女性の観点ですね。そうです、まあ、大事ですね。本物見てるんで、自分のね。演技ね、あの熱い演技、あれよかったよ、でもね。ということで、まあ、今からやっていきたいと思います、はい、まずその320個の中からね、10個を選ぶにあたってね、注目したのはね、ここです。真新しいおっぱい関数。真新しい次に出すんですけど、これが前回ね、あ前回ね、10個すべて感じでね載せたいんですけど、これがまあ前回の関数です。はいはいはい、今回は形が一緒でも確か作り方が違うとか、形がそもそも見方が違うとか、もうかなりちょっと前回に比べては新しい、なるほど、という観点で10個選びました。新しいおっぱい、トレンドおっぱい。まあ、審査方法は主に任せるんですけど、何を見たらええんだっていう分からない人は、まあ、フォルムであったり、はいはい、熱い思い、まあ、それに対してはこれでオリジナリティで関数の美しさ、はい、まあ、こういうところをまあ見てもらって、まあ、1人当たりまあ10点満点の点数を持ってもらいます、はい、で10個やっていきます、はい、その中の上位3つをもう1回ここに出します。もう一回決勝戦ね、 M1 スタイル、 M1 スタイルです、完全に。今回よくあったちょっと5作品というか、ちょっと時間かけなさすぎじゃないみたいなことが結構あったんで、ちょっと紹介していただきたい。おっぱいです、侮辱とも言えるんですか。はい、じゃあ20点以上あったものがあるんですけど、それ何だと思います。いやー、はい、直線。あー、正解ですね。そうですね、はい、正解でございます。X イコール1と書いたおっぱい関数が20件以上、もうこれほんと30件以上。あれ、ね、300C10 って言ってたけど、重複組み合わせな、重複組み合わせな、そういうことだよ。でも20件絞れるじゃん、これでいいや、最初だと思って実は。で、次ね、8件あったのが前回もあったこれです。やはり、これはやはり、レーズンの写真、これね、ほんま多かったんですよ、ほんまに8件送ってきて、でしかも、みんなこの写真。あ、お前らもう、レーズンみんなこれ、一度見せてくれ。はい、続きまして7件あったやつ。ああ、雪リヌの写真、はい、で高一テレビの写真足して大体7件ほど。大体7件ほど来ました。犯罪件数7件。あ、じゃあまずエントリーナンバー1、はい、まず作品名と学校名。イデア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 。作品名。急に。高校が徳島県立城南高校。これどういうおっぱいかと言いますと、まず画像を見せます。お、こちらでございます。おお、こちらでございます。普通に綺麗だね。はい、高校生としては思えない。でもこれぐらいだったら前回見たじゃないですか。まあでも前回見たじゃないですか。これが目新しい点は、これをなんか極方程式で書いてるってことです。これは y イコール fx で書いたんじゃなくて、 r とシータの式で。いや、マジで書いてます。すごい。その方がここの曲線が表しやすいらしいです。へぇ、僕は分かんないですけど。でもこの人のポイントとしては、もうね、係数はもう全部パイ。素晴らしい。パイを累乗するかルートするかだと、パイのマイナスパイ17乗かっこシータ引く 0.12 の6乗とかじゃないんです。すげぇ、はい、で、乳頭と乳輪の調整、ここですよ。ここの調整にかなり力を注いだ。確かにそこまで少しの盛り上がりとかめちゃくちゃいいもんね。で、マイナス2分の π から2分の π まで書いてるということで、確かに発散しちゃう方がありますね。そうですね、はい、マイナス2分の π、 2分の π で、こうさせたい。ああ、いいですね。上と下を想像させるための想像項なんだ。想像項、確かに想像項、想像項。これ、とある教授さんどう思います。僕はイノベーティブかどうかで判断したいかな。座標っていうか、まあ、イノベーティブじゃないかなと思ってね。確かに、まあ、当たったから、はい、これ斬新、多分習ったんでしょ、革新的な。そう、それで一言言いたいのは、曲座標を習ってるってことは明らかに高3なんですよ。はい、高3の受験生たちがこの甲子園のために夏を費やしたと思うとちょっと目が熱くなるね。これでも何がイデアかはちょっと僕ちょっと掴めず、はい、私もそこのタイトルに注目していたんですけど、はい、モデル作品はヴィーナスということで、はい、やはりおっぱいというものは現実世界に存在するものではなく、イデア世界に存在するもの、そういうものを観点に考えると、はい、これを作った皆様、童貞なのではないかと。まあ、そんな感じだったんですか。で、曲座標の方がね、あと何人かいたんですけど、次の方は多分浪人だったんですけど、はい、時間ないけど採用してくださいということでね、曲方程式ということでちょっと採用させていただきました。なんとデカルト座標系でも書いてくれて、
ここがパイになってることがまずポイント、めっちゃこだわりって書いてます、はい、これをえパイっていうのは 8×1 ってことです1図かこれで引き出して天才だと思います嫌いじゃないすごい嫌いじゃないねでこれなんとモデル私ですこれ何のモデルの話この子たちはまあ追加ということで、はい、じゃあこのイデア何点か10点満点で皆さんお手元の、はい、いやこれ難しいねでも一旦一番最初ですねこれ被った。いやいや。ああ。違うよ。違うよ。はい。ということで、まあ点数が出たということで、皆さんお手元のボードを上げてください。はい、いやいや、かぶってる。三人一緒だ一緒。これは一番ダメです。ダメですね。俺の思ったよ。まあ、やっちゃったら。8.1です。8×1 だ。ああ。かける1。あ、ここは被りじゃないですか。被りです、被ったね。いや、こんなやり取り使われるわけないよ。はい、ということで、暫定トップ。いや、41.8点。はい、それでは、皆さんちょっと、どういう観点でそういう風に選ばれました？あ、いいですよ、花岡さんから。まあ、そうですね、基本的に、美しさ、非常に高いなと思いました。もうシンプルに揉みたい、舐めたい、触りたい。それでした。どうだろうか、魔術師はどう思います？そうですね、まあ今これ一発目じゃないですか、はい、まだみんな元気なんでここで大喜利やんなら大喜利やってくるなと思ったんですよはいそっちやで、そういうの案の定案の定です6分の3本ちっちゃくなってるじゃないですか、だから、まあ自分はせめてガチの点数をつけないと公平かなと思ってなるほど4だったよね、何が4点なんだろうねいやでも気づいたんですね、ここまでやってみて、はい、多分自分下ネタ苦手なんですよなぜ通りすがりがじゃあここに来たのかっていやもっとなんかね真面目な企画かと思ってきたらまさかのおっぱいの数いやおっぱい関数甲子園でデカデカと書いてあったでしょまあわざわざ新幹線に来たわけなんですはいはいと立場守れるさんおっぱいを絞れたって思うのがもうナンセンスなんですゴールの上の高生産言われてます宣言都市生産だなんならおっぱいは下じゃなくて上の方についてますはいあれ下ネタじゃないよってこと下ネタじゃないよってことですねはい気が楽になりましたよかったね、本当に痛かったでしょはい、それではエントリーナンバー2に参りたいと思いますエントリーナンバー2名前おっぱいへのささやかな気遣い。いやいいね浜松。浜松帰宅方法。そしてですね、おっぱいなんですけど今回動画になります。お動画になります。次画面録画なんですけど。したよしたよ。めっちゃ徐々に聞いてる。あ先にちょっと関数の方から。まだいいです。もう紹介ですけどまず可変定数ラージ t とスモール s っていうのがあって、ラージ t は0から2倍で動かすとおっぱいが揺れると。はいはいはい。で。スモール S は0から π で動かすとおっぱいの大きさが変わりなんと無料のカップ数が登場するなで件数は全て π で対応ってこれも全員やってますからあということでこの、ね、動かした様子がね見れるということででこれ見ててくださいこれおっぱい入れますからラージ D ですこれで次 S 動かすとほら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  ABCDFG本物見たことある部分として A カップのところがありますマジの直線やったんですそうですね、その時はちょっと侮辱ですよね A カップのありますよ上に怒らした上に怒らせてしまった A って揺れるんですか関数としてのりさん関数として関数としてリアルで揺らそうと思うがすなんかすごいちょっとね多分ですけどじゃない、ね、この2つだけなんですよ本当はこの XI とか YI をなんかもう一生定義し続けてるっていうのが多分ですけど、はい、フロアってなんですかフロアってフロア関数っていうのは仮の値を取るんですけどね
多数の部分。要するに、要するにガウス関数って。そう、下の方ですね、フロアは。でも、はい、ちょっとずるいなってちょっと思ってしまうのが、単位の階乗根とかありますよね、たくさん。これやっぱ結局フロアを取ったら、ただの整数値になると思うんですよ。だから、式はわざと複雑にできる。気づいてしまいましたね。気づいてしまったんやと。見逃しません。見逃しません。ちなみに、准教授さんはどう思いますか？いや、僕は逆にその定数を π を使って表す行為っていうのが、まあ、イノベーティブじゃないかなと。π、π とかね、はい、2って書いていいところをわざと π に寄せた、あ、寄せた、その可能性ないですか？寄せた寄せた、寄せた π だけに寄せた。これが限界を絞る。今のが例ね。はい、はい、この浜松北高校のおっぱいのささやかな傷が皆さん10点満点何点でしょうか？一斉に応募してください、どうぞ。6、また点1。今回点1。点1、8.75、3.14。おっぱいの気遣いの得点、35.99点ということで、暫定2ということになります。3以上であれば決勝進出。アテンスのコメントいいですか？アテンスのコメント、はい、行きましょう。まず、おっぱいのハップ数を変異するという発想は、はい、これまでなかったなというもので、そうですね、非常に、ね、はい、イノベーティブを感じました、はい。でもここで言いたいのは、おっぱいへのささやかな気遣いというタイトルなんですね、はい。それに対して、先ほどノイリーもあったように、はい、カップに対する配慮が全くできてない。結局何がささやかな気遣いか全く分からないのも私はしまったので、そういう意味で非常に限定させていただきました。なるほど、でしたけども、はい、どうですか、はい、君さん。私も同じ意見で、これはもう気遣いというより自己満足だと思います。私もお二方と同じ意見で、まあ、結局 C 以上しか見えてないんかな。おっぱい正義がね。まあ、今の発言から言うと、ノイリーはおそらく A か B。うん。発症。はい、怒られます。はい、それでは次のエントリーナンバー3のおっぱいに参りたいと思うんですけど、タイトルがこちらでございます。おお、夢の海、ね、海星高校、海星高校か。おお、すげえ。どんな目を見せてくれるんだ。ただですね、今までさ、ここに関数が書いてあるんですけど、はい、ちょっとこれをご覧ください。数式がなんとページ数185ページになってしまい、セルナーレです。ここには両国が狭くて書ききれない事案が事案ですね、それは。で、これがなんか意気込みらしいです。これは確かに関数ではない、 T を使ってるし、邪道かもしれない。しかし、それでも我々の夢、願望を叶えるのはどんな手段なのか。我々がレンジを消した作品をどうぞご覧ください。もう手上げたい。もう手上げたい。で、ポイント。マスマティカを使って、線画抽出をして、再現を再現できます。マスマティカ。高校生。今、ウルリエ変化を使用した。この2つ。僕、ちょっとこれね、これどういうことか分かんないんですけど、ちょっと一旦出していいですか。この子たちが送ってきたチャンス。これでございます。これどういうことですか？あ、分かんないです。これはですね、マスマティカ使ったって言ったじゃないですか。さっき書いてあったんですけど、線が抽出できて、はい、絵を描いて、それを認識させると、関数を表記してくれるんですよ。自分たちで描いた絵を、はい、マスマティカに関数化してもらったってことですか？そうですね。そういうことで、からの風鈴ってどういうことですか？なぜ風鈴？の三角関数で、はいはいはい、やつ書かれてるんですけど、うん、まあ、原理的にはだから、二次元フリー変換ってどんな二次元の平面のグラフでもサインとかサインとかだけで書けますっていうのを、この186ページに及んで足し算が行われた、線形的に行われる、はい、これを説明するために来たと言っても過言ではないですね。なるほどね、はい、ってことはこれなんかある意味で別部門みたいな感じに、はい、そう、別部門。ただちょっと考えたいのが、はい、元の絵を描いたのは誰なのか。間違いない。それは思ってて、元の絵を描いたのが彼自身であれば、OK だ。おー。ただ、マセマティカを使ってそういう抽出をしたっていうんだったら、これはちょっと、ね。だから、ここです。願望を叶えるには、どんな手段でも構わない。おい、はい、どうぞ。はい。死が心配だね。5点、高校関数黎明に不義。だから一応0点ってことでいいですか？0ですね。
一応ゼロ出てて、そういうことで夢のパイ29点ということで、菅野殿は夢のあったという暫定3位ということになります。じゃあこの関数に関して何かコメントあるからさ、最後に、はい、交換連機に交換連交換連ある意味チートなんですね。そうですね、そうですね、多分これを茎さえすれば逆に言うと多分関数は出てきますよね。はい、逆に僕はもう彼らが何としてでもこれをね、無理やり完成描画したいというその意気込みにすごい心打たれまして、どっちの理由かやな、もうそれこんなに考えさせられる作品が来ると思う。確かに道徳の授業やこれということで次に参りたいと思います。ありがとうございました。完成報告でございました。はい、続きましてエントリーナンバー4、はい、パイコちゃん、パイコちゃん、パイコちゃん、これこそおっぱい関数の本領発揮、天王寺高校、天王寺、まず形からいってもらいます、いきます、ドン、おお、こちらでございます。なるほど、なんと、なんか2個、そうなんですよ、この関数史上初めて二次元関数で2個おっぱいを書いた発言、今までは1個だけやったんですよ、それを2個書けたっていうのが非常にポイント高い作品になっております。で、まあ関数がこんな感じになって、うわこれちょっとは意気込みをちょっとそのまま僕でしたんですけど、視点を変えたことで2倍楽しめるダブルユニットと、ダブルユニットね、あれ、ちなみにこのダブルユニットはパイキスをつながってます、あのこれを1台で仕掛けてるし、これは完全に2台だけど、もし大丈夫だな、はい、これに関して皆さん準備をあの、まあ、丁寧に出してあげてくださいっていう意味がすごくちょっとドキドキしていて、どうかの項目をこういじると揺れるんじゃないかなと思って、そういう気分、だからあのね、あこの系とかは乗せると方向を揺れます。だからこの確か Y 軸、 Y の方が先へ入ってるんですよ、確かに、はい、でもケツも揺らしてほしい。よく見ると最後のシリコンやつは多分最後のやつがシリコンだと思います。シリコン、あープラスチックケースの、なるほど、毛ついてるから、はいはい、きっと揺れるよ。おおおおお、嬉しいな、見たかったな、それ。じゃあとりあえず皆さん点数をお出しください、どうぞ。あ、これはですね、はい、出ました、43.45点ということで、おこうなってしまいました。あ、こうなってしまい、こういう形で、お残念ながら、はい、この海星高校はここで脱落が決定してしまったと。あー、でもね、いろいろ記憶には残る、そうですね、記憶には残るだけでございました。はい、やはり今回の目玉商品としてダブルユニット搭載というのは、そうです、もう初の、ね、家電だと思うんですけども、はい、やはり今までだってね、あのやっぱワンプレイヤーしかできなかったんですけど、まあ、これがあることで2プレイヤーそれ以外で遊べるそのおっぱいで、はい、まあそのね、まあ、2つあれば2人まで遊べるって言ってたんですけど、やっぱりせっかく対決号なんで、たくさん並んでもらって2重号しかもらった方がいい。シンプルです、かなりルーカリーですよ。で、今までのおっぱい
でも断面図の美しさ競うことは可能でしたが、父の方としては私は疑問に思っていたところがあります。それ、ほんまに父それが言い方もはやなし正味シュークリームやったとしても分からんとしましたと正面から見た谷間は童貞多い池ヶ瀬にとって父の断面図よりよっぽど身近なものであるという思いから正面のおっぱいにこだわってみました。下に手を置きたくなりますよね、念願さんこのレベルの関数だけでこの新しい斬新さを出したという点で僕は非常に僕の中が確かに斬新大好きな一作品になっております。はい、どうぞ。正面というよりはもうこれ上からですよね、こっちの上からね、はいはいはい、これ正面となるのはかがんでるっていうことになりますよね。あ、ここ、こういう感じ、はいはい、こういう感じ、はいはい、まあでもそういうシチュエーションもありかなと思ったので加点ですかね。そういうことで、じゃあ得点の方に参りたいと思います。はい、皆さんの得点、1点、オープン。何点？お、9ハット。はい、ということでこれの点数46.2 ということで、正面との磨きがトップに来てしまいました。ですか、こちらになって現状がこちらです、はい、ということで正面との磨き 46.2 ということで現状トップなんですけども、うん、他は、はい、あの、はい、そうですね、あの先ほども言いましたけれども、まず谷間というのにまず見える、はいはいはい、で場合によっては僕の言ったように車を上から見たような図にも見えるでもね、僕の夢を言っていいですか。僕の夢はですね、谷間に乗ってガホン絨毯のようにね、ドラムしたいなというのが僕の夢でございます。夢ですか。夢ですね。これ9ハット。はい、ハットって演算子なんですけど、はいはい、演算子って作用するものなんですよ、はい、そうですね、作用したいなって思いました。わかりますよ、これこちらでございます。ドゥン。めっちゃ嫌だ。エッグ。